こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説も読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は、山上に利魚ありです。山の上で鯉が泳いでいる。金山道金という人はいかなるかこれどうと問われて、山上に利魚あり、水底に法人ありと答えました。質問する者の本末転倒していることをついた言葉です。フルネームから山上に利魚ありを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。